12レース突然おしゃれます。福井の脇本優先生です、はい、お願いします。お願いします。まず宮杯はどうでしたかね。まあすごい力出し切ってる感じで、まあ、最後は辛かったのかなって感じですけど、納得できるレースは、まあ、初日以外はできたかなって思いますし、まあ、もちろん決勝は、まあ、残念な結果には終わりましたけども、まあ、その僕自身の中では、まあ、収穫の得れた開催だと思うので、はい、やっぱりあれはもう自分もしっかりと勝ちに行くレースをしたっていうのは、あの選択です。そうですね、抵抗を、まあ、僕自身の身を犠牲にして抵抗するのは簡単なんですけども、まあ、やりたくないっていうのもありますし、まあ、あの一応僕の中ではラインで決めるための最善の策を取ろうとした結果、まあ、ちょっと着が悪かったかなというふうに思ってます。この9日空いて、まあ、トリレーはウィナーズカップ優勝した、まあ、多分相性がいいってことです。縁起のいい番組になるんじゃないかなと思うんですけど、相性のいいと縁起がちょっと違いますか。そうそうそう、僕の中ではその縁起のいいバンクとして捉えていますし、まあ、その今年に関してはもうそのウィナーズの優勝しているのも含めて、まあ、本当にあの相性のいいバンクに乗り換えたいなというふうに思ってます。まあ、ちょっと縁起のいいバンクですけど、はい、ちょっと欠場がいろいろ重なって近畿は、まあ、ちょっと手薄で特選一人いや手薄すぎません。まあでもそればっかりはもう宮杯でみんな力出し切った後にもう、まあ、力尽きたとまで言わないですけど、まあ、それの影響もあるかなというふうに思います。まあ、山田洋平選手が同期で、まあ、何回も連携してつくのかなと思って、今回はちょっと別ってことで、そこはどうですか。まあ、さっきちょっと話したんですけども、まあ、あの洋平君自体も、まあ、ちょっと前で頑張る時期が来たっていう話をしてたので、まあ、取り出に、まあ、取り出じゃないや、あのウィナーズカップの別府でも連携してますし、まあ、竹尾記念でも連携はしているけども、まあ、そのあたりはちょっと話し合った結果、まあ、別って、まあ、いいんじゃないかなと思います。わかりました。なんかめっちゃ中華の匂いがしたんですけど、昼は中華でした。今日昼？そう。今日の昼は中華じゃないな。昨日の昼は中華やったけど。あ、今日何だったんですか、ね。すごい匂いがしてきてさっき。昨日、いや今日、今日は多分カレーじゃないですかみんな。あ、カレー。でも僕カレー、あの前勤日に食べないんで、あの大きいそば食ってました。なるほど。ちょっとなんかハプニングが。そうあったみたいなんですけど、そうさっき自転車を組んでたらね、ユニフォームがなくてSS のユニフォーム、あのそれもピンポイントに、決勝走った5番車以外がなくて、ほうほう、5番車だけあった。もともとその僕、まあ、SS の選手みんなそうなんですけど、その SQS 班の、上のユニフォームまとめて持ってくるんですよ、うん、別で、はい、その別の袋があるんですよ。その別の袋ごとどっか忘れました。はい、別にこれ家で忘れたとかじゃなくて、あの確認したら岸和田競輪場にありましたってあ、そうですかって、まあ、なんで、まあ、ちょっと緊急であの別で用意したんで、あのちゃんと走りますんで、あの安心してください。はい、わかりました。ちょっとまた暑い中の戦いになると思いますけども、はい、意気込みをよろしくお願いします。そうですね、ちょっと4日間は、まあ、梅雨時期もあってちょっとあの苦しい、まあ、環境の中戦うんですけども、まあ、それに負けないぐらい熱いレースをしたいと思いますので、よろしくお願いします。